はい、皆さんこんにちは。レーシングドライバーの広川和樹です。今回も車の時間番外編、レーシングラグーン実況をやっていきたいと思います。セブンスナイトディープレインということで、前回ねと同じチームでやった難波さん、ここ最近おかしくなってしまって謎のマシンを手に入れて謎の速さを手にしていた難波さんが海に転落して死亡してしまったと。そしてライバルチームナイトレーサーズの沢木もとうとう病院にて息を引き取ってしまったという形で、横浜グランプリ予選を通過して喜ぶべきムードだったところに一気に暗雲が立ち込めてしまっているという状態ですね。重い空気が漂っております。無理にでも明るくしようといろいろやってますけど、期待の申請、お、この記事、あー、山田そういうとこ見つけちゃう。シエのドライブ、過激なチューンアップが影響か。ゴシップ的な感じですね。10年前の悪夢の再現、呪われた横浜最速伝説。一体どういうことなんでしょう。まあそういう話はよくありますけども、そう言ってましたね、声が聞こえるって。珍しく先輩が声を荒げる。というところにいきなり新たな登場人物が、その挙動はおかしいだろ不思議な挙動したぞあんた。そしていいですか、ベルトはしましょう3点式も4点式もついてねえぞこの車。そして謎のドリフトダンサー S がかっこ源氏加藤、すごいですよ。ここまでの展開でいきなり一番派手な登場ですよ。主人公たちですらこんな派手な登場してないのに。サード景品、第三景品ですね。三景の黒い悪魔、SW20MR2 ですね。箱根ドリフトダンサーズ、箱根からの資格。
開通したばかりの第三京浜ですよ。もう今普通にありますけどね、その頃ということで。そう、やっぱり藤沢先輩も何か思うところがあるのか。お、そこでさっそと出ていく。さすが主人公。ね、まあ走って忘れたいっていう時もあるかもしれませんが、そういうねささくれだった気持ちで走ると良くないことが大抵起きますからね。普通はやめましょう。ナイス。とりあえずもうサクッと勝負しちゃいましょう。はいはい、雨の路面はトリッキー、関係ないさ。街を行き交う傘の花。いや、相変わらず素敵な表現ですね。いやー、三景の黒い悪魔ですよ。さぞかし早いんでしょうけどね。どうなんでしょうね。SW20。スペックを見る限りね、とても大したことなさそうなスペックですけど。しかもあれですよ、 G だからターボモデルじゃなくて NA モデルですからね。さあ、とうとう横浜を飛び出して第三京浜走っていきたいと思います。いや、これどっちなんだろう。横浜側だから神奈川側から東京方面でもな、箱根からの支社って言ってたんで、どっちに走ってるんでしょうこれは。そして全く、あ、ぶつかったぶつかった全く速くないけど大丈夫ですか敵。あれだけ派手に登場してきといて、この微妙なうねり、コーナーというわけではないけど直線でもないという、全開でいけそうでいけなさそうな微妙な。よし、もうぼちぼちゴールっすね。280オーバー。あ、料金ちょっと危ね。うん、第三京浜の悪魔。そんなものか。あの派手な演出に対していかがなものかというね。なるほど、2リッターをボアアップしてたけど、いやいやいやって感じですよ。大したものもついていない。実にあっさりでしたよ。その割にその自信満々な表情は何だと。うん、実に大したことない。ステアもいらねえって。ステアいるわ。
全然話し通ってないじゃん。お、小口。お、何やら先輩と因縁のある相手ということで。そしてそしてそもそも三系の黒い悪魔は何だったんだ。うん、意味深なセリフを。恐れているのか。冗談じゃねえ。そこでジエンドさ。ベランダ。最速の彼方。それというのは大切なセンサーですよ。峠の皇帝。2年前。過去にそんな大一番が。1997年。先輩が86に乗っている。
敵は俺自身。パジェロよくないですよ、そういうのは。サーキットですら他に走ってる人がいて、その周りとの兼ね合いもあるんですから、まあ、ゲームの中ですけども、一般行動だったらもっとなおさらですよ。お、とうとう横浜を飛び出し箱根へ。お、先輩の師匠、横浜最速伝説を知る人。傷ついちまった心の痛みを癒す時間。お、走りの引き出し、いろんな走りを知ることは大切。うん、赤崎もそういうタイプだと。ということで、今回はサクッとザ・ナイテスコンプリティットということで一生走り切りました。まあ、様々な試、経験を乗り越えつつも最速の彼方を目指して走り出そうという形になってきましたが、基本的にまだ何も解決はしてないですからね。今後事件の真相どう明らかになっていくのか、また次回お楽しみください。それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。